清禅寺は、新潟県上越市柿崎区にある浄土、新州本願寺派の仏教寺院。3号は、川越山。宗教法人としての名称は、清禅寺。仏教を拠りどころとし、世の豊かさやらかさを願い、事業を行っている。柿崎区総合事務所の前に位置し、市民からは、インドパゴダ様式の本堂の寺院として親しまれている。本堂は、 国の登録有形文化財として登録されている。辞典によると会期は、親鸞聖人に出会った夫婦であると伝わる。室町時代より寺院が形成され、宝物や書状等は、慶長年間以降のものが多く残される。江戸時代には、柿崎御坊と呼ばれる。 本願寺の出先機関のような寺院として存在し、明治時代までゴルス協約を務める。江戸、明治時代に度重なり発生した柿崎大火によりその都度類称したため、現在の本堂は、鉄筋コンクリート造りで、インドパゴダ様式のもの。インドパゴダ様式の本堂としては、国内初期のもので、大正末期から昭和3年にかけて建立された。モダン寺として親しまれている。 本願寺神戸別院と同時期に設計されたもの。築地本願寺を設計した建築家伊藤忠太が見学に来られた。内陣は阿弥陀如来と親鸞聖人が並んで安置される二村、形式。本堂内には本願寺第二十代宗主、広志助上人所、教法、清志全閣の変額並びに親鸞聖人っ向の見影が安置される。昭和初期には、 日吉禅寺保育園第二次世界大戦中には東京都葛飾区からの集団疎開先としても利用された。現在は仏寺道場やイベント会場や習い事教室として広く利用されている。2019年12月5日、本堂が国の登録有形文化財として登録された。現在の栗は明治時代に隣町の大型区にあった坂口家所有の建物を 移築した、欅ヤキ作りのもの清自然寺の事務所として利用されている。境内の一角に、新蘭聖人五旧跡地が存在する。古来より、上限の宝難で、京より、越後、国府にゴルザイとなられた、新蘭聖人が、旅路の途中に、人世の宿を取られ、お念仏の見教えを、お時になられた地として伝わる。戦後までは、世が存在し、 代々二層が居住し、五九石三気構という組織と共に誤示され、多くの方々が参拝される。現在は、新蘭聖人五九石と記された石碑と、昭和三十二年、本願寺第二十三代宗主将女商人五巡教を記念に、建立された銅像、広瀬聖一式像。明治二十八年に、三重県桑名市に生まれ、大阪市において鉄将、鉄商。 広瀬商店を創立し、合併の後には、井げた交換株式会社社長、住友物産株式会社取締役などを歴任された産業界の方が残るに至る。ありがとうございます。